ドアが閉まります。ご注意ください。でね、まあ、引き続きその常磐ハワイアンセンター、じゃあどのようになったかというね、お話を続けたいところなんですが、列車もね、来ちゃって、また乗り継ぎをね、これからも進めていかなければいけないんですね。だからちょっとね、皆様お待ちください。また後々になってね、続けるようにいたしますから。みんな私の方見てますね。やっぱりこの辺になるとこういう変な人がね、ここで喋ってるのを見るというのは珍しいもんなんでしょうか。後ろを振り向いてね、今でも見てます。本当にこんな廊下の方でね、ここを通っていく人みんなこちらを見ていますからね。まあ、なんかテレビの取材でもやってるとか思ってるんでしょうかね。そんな偉そうなもんじゃないんだけど、まあ、とにかく、ハワイアンセンターの話はもうちょっと後で、こういわき駅に来るとですね、放送を来てね、今日も JR ご利用くださいましてありがとうございますみたいなね、金さんの放送あるわけですけど、やっぱちょっとね、福島ですね、今日も JR ご利用くださいましてありがとうございましたみたいなね、こんな放送になるんですよ。電車はね、ここも東京と変わらず10両で来るんだけど、やっぱちょっとね、違うなという感じがする。別にバカにしてんじゃないですよ。全然そんなことはないですからね。何気ないね、このいわきの街もね、やっぱりこうやって新しいなと思っても、こういう表示なんかを見ますとね、やっぱり鉄道マニアですから、こういうところ気がつくんですね。磐越東線郡山仙台方面、常磐線、これが竜田方面というふうに書かれております。なんだけども、普通磐越東線ね、なんでこんな風にこう貼ってあるのかということなんですね。磐越東線は本来は仙台方面のね、最短ルートではございません。この常磐線は仙台に行く路線なので、本来でしたらここから特急の日立号に乗ってですね、それで仙台まで一本で行くというのが正しいルートのはずです。また常磐線は仙台まで続くルートなんだから、ここには本当はこれもですね、仙台方面という文字が入っていなければならない。しかし入っていないわけでございます。これね、なんでこんな変な書き方になってるのかというと、ここから先の常磐線、具体的に申しますと、竜田駅から、原野町かな、浪江かな、そこまでの区間は全て、今現在運転をしていないからでございます。その間は全て、代行バスとなっている。その原因はなぜかと言いますと、福島第一原発の原子力発電所の事故、それによって現在でもですね、その放射線量が高すぎて人が入れない区間、それから線路が破壊されてしまってまだ治っていない、そして直すこともやはりその放射線量が高すぎてできる、できない、そういう区間がですね、含まれているからでございます。常磐線の運転再開にはね、すごく長い時間がかかると言われていまして、本来のルートはもう走れないというふうなことも、話に出ております。しかしながらですね、私もこの書き方はとても良いというふうに思うんですね。やっぱりですね、ここにこう本来のね、あるべき姿が後ろに隠れているけれども、あくまでこれは仮なのだと。ここから先にですね、またここにいつか仙台方面という文字が戻ってくるぞということはもう決まっているわけでございますから、それをですね、もうここからすでにこう、もうこれが多分この張った状態ね、まだまだかなり長く続くと思います。だけどこれは決して本来の姿ではないんだとね、その時に、また新しく、上から貼り直すんではなくて、本来のものがようやくね、そこでまた再度獲得されるのだ、そのようなね、気持ちもここからは少し感じられてね、まあ、全然部外者がこんなこと言うのもあれなんですけど、でもね、やっぱりね、こういうのを見ると、いいなというふうに思いますよ、私は。話飛び飛びになってしまって大変申し訳ないんですが、常磐ハワイアンセンターはではその後どうなったか、まあ、それは皆さんもご存知の通り、テレビでもね、盛んにコマーシャルやってますが、年間で最大限のピークの時にはですね、まあ、そのピークも何度もあったんですが、それが150万人ほどの、ね、来場者が来たんだそうです。150万っていうと1日に4500人ぐらいが来る計算になりますよね。すごいもんだな、4000人ぐらいか。そんなに、1個のつまり旅館みたいな施設ですよ。それ宿泊者だっていっぱいいますから、それだけそんなに来るっていうのはね、本当大したもんだと思います。しかもここはね、福島県のいわき市、まあ言っては悪いけれど、そんなに、ね、交通の便がよろしい場所ではない。確かに常磐線の特急でね、2時間、3時間ほど乗れば、2時間ぐらいか、こう来られますけど、でも特急電車でそれぐらい乗らないといけないんですよ。東京だったらね、もっといろいろとあるはず。あ、発車する？で、そんな風に順調にね、基本的に順調で好調なんですけど、でもたまにやっぱりね、バブルが崩壊したとかなりますとね、やっぱりそのちょっと調子が悪くなる時がある。でもそのためにこうドーンとまた盛り返すわけですね。こう私がね、一番その中で一番すごいなと思うのはやっぱり、1997年かな、バブルが崩壊してちょっと経ってお客さんもだいぶ落ち込んでました。そんな時にじゃあ新しく日本風のね、日本の古くからの江戸時代っぽいですね、江戸情緒ワイチとか言ったかな、そんな感じの露天風呂を作ろうと言って作っちゃったんですね。これ本当にね、私個人的には信じられないというか、すごいよく考えたよくでこんなことができたなと思うんですけど、
通はここハワイアンセンター、つまりハワイの情緒で売っているわけですから、そこに江戸時代とかね、あのなんかわびさびの効いたそういう、うん、露天風呂を作るなんていうことはね、普通とんだ愚策なわけですよ。ありえない。だってそんな、ね、今までずっと築き上げてきたハワイのブランドはどうなったんだって思うんだけど、それ作っちゃったんですよ。で作って来場者がですね100万人を切るぐらいまでいったのに、また150万とかなったのかな。すごいなって思う、その話聞いたらね。まあ私が生まれた時からそれがあるんで、もう20周年になるわけですけど、最近でも、流れるアクアリウムプールとか言ってね、流れるプールの上に、なんかお魚の水槽をやって、あ、お魚、あ、本当に行きたいななんてね、私もね、また思っちゃいました。でね、行きたいなと思ったのに、実は私行けるんですよ。昨日ほんと親切なことにね、これまあ裏目は見せられないですけど、これがね、昨日神さんにちょうど今ぐらいの時間ですよ、いただいたハワイアンズの無料券だから私タダで行けるんです。でね、なんだけどこれにハワイアンズって実は分かるところに大きく書いてなかったから、どこの無料券なのかよく分かんなくて、まあなんかの温泉施設なんだろうなということぐらいしか分かってませんでした。だからまああの帰りの旅でね寄りますよみたいな話してたんで、じゃあまあ帰りに来ようと思って後で調べとけばいいと思ったんですよ。そしたらさっきね、あったんですよね。でももうバスの時間がね間に合わなくて、行くことが、ね、できなかったんですよ。だからしょうがない、帰りに。でも2枚やると宿泊 30% オフになるようですからね、帰りの時にはぜひですね、宿泊も 30% オフで泊まっちゃって、それで、ここまたですね、その湯本の炭鉱の歴史なんていうのをそこで、お話ししてみたいもんでございます。ではね、そろそろいい加減列車出ますんで、こうリュックサックを背負ってですね、ドアは押しボタン式でございますね。もう、散々慣れちゃってくださいます。常磐線の現状の終点、竜田駅に到着でございます。上野から続く常磐線、その線路はここで終わりでございます。とりあえずはここで終わり、もう間もなくですね、今度の、10月だったかな、今年10月にはここから先富岡のあたりまでは線路がまた開通するようでございますから、それはですね、また開通するとだいぶ面が良くなるのではないかと思いますが、少なくとも現在はこの竜田駅まででございます。とりあえず現在のこの状態を皆様に、ぜひご覧いただこうと思いますが、奥のあたり電車が止まっております。これは別に普通の風景です。しかし左の方を見ますとね、電車の方まで橋が渡ってるんですね。この竜田駅はホームが2つございまして、また向こうの方はね、つまり上の三田方面は向こうのホームを使うということなんですが、後ろにこのように跨線橋もございます。しかしながらよくご覧いただきますと、跨線橋のこの辺りですね、このように柵が入っておりまして、一応渡ってはいけないということになっております。まあどういうわけか、跨線橋はね、電気がつきっぱなしになっていますけれども、あの跨線橋は使わないことになっています。そして普通ここにはですね、こう線路が3本あれば、この3本使うわけですけれども、電車は全部この駅でただいま折り返し状態でございますから、このように線路を塞いでしまっておるわけですね。塞いでも別に問題はない、だって使わないんだからとか、そういうことです。だったらばね、多少はまだ便利の良い方がいい、お客さんが跨線橋を渡らずに済むように、このようにですね、橋が架けられております。この竜田駅、ここから先は JR もですね、残念ながら鉄道つながっておりませんから、すべてバスでの移動ということになります。先ほども申し上げましたように、竜田駅から乗り換えのバス、もうすでに後ろの方まで来ております。浪江行きの JR 代行バスでございます。はい、すいません、どうもお世話になります。このバスはですね、 JR がその地元のバス会社に依頼して、それで運行してもらっている、その貸切バス扱いなんだそうですね。あそこには JR 代行バス様というふうに表示されております。しかしながら道が大変悪くてですね、もう右へ左へこのバスは揺られております。お客さんもたったの2名で、それに対して運転手さんとそれから車掌さんがいらっしゃいますから、まあもちろんこのバスが赤字であるということは間違いありません。もちろん運転手さんと車掌さんもそのバス会社の方ですが、乗車券の確認などをねされているようでございます。いよいよここから先は福島第一原発のその付近を走行するということで、私もちゃんとルートを把握してはおりませんから、 Google マップでですね、一体どのあたりを走行しているのか、逐一皆様と確認しながら進めていきたいなと考えております。第一原発からもうほとんど10キロ圏内にですね、円の中には入っております。ここが富岡駅の前だそうなんですが、あまりにも暗くてですね、どこに駅があるのやらさっぱりよくわかりません。後ろの方にはお家もあるんですが、もうこれも壊れてしまっていて、もう全然戻ってこないという感じです。仮設のものもたくさんございます。でもね、やっぱりここまでの道中ではたくさん来る家なんかもね、建っておりましたし、ちゃんとやっているところはやっております。ただ駅の周りがこのようになっているだけなのでしょうか。
私は、ね、今乗っていて本当に驚きを隠せずにおります。ここにこう今現在地が表示されているわけですが、これはですね原発までもう歩いていけば40分か50分ぐらい、あくまで直線距離でありますので、道を経由していけば1時間ぐらいはかかるかと思いますが、歩いてだって行けてしまうような、そのような場所をですね今までこうバスが通ってことから可能であるということをね、私は全く恥ずかしながら知りませんでした。帰還困難区域のこうギリギリをですねどうもこれは縫っているようでございまして、このバスも本当にまあこの辺りのですね双葉町、この辺は通れなくはなっているようだけれども、こんなに近くまで行けるんですね。なんとね、こう鉄道が今まで通れないというのはその辺りの放射線量が私は高すぎるからだというふうに勝手に考えていましたが、全然そんなことはない。こうバスが通っているところは全部鉄道よりもですね、むしろより原発に近い区間ですから、鉄道はこの双葉のこの辺も多分通っているんだと思うんですけれども、通っているというか、このバスはもう多分この辺の道をね、鉄道沿いを通っていくと思いますので、こんなに、東電の原発もね、本当に近いんですね。もうそう言ってる間にこの辺りが一番の原発の近い地点でしょうか。ちょっとではその様子を見てみましょう。さすがにですね、原発から2キロ圏内というのはよく言う言葉ですね。そこより内側ですと帰還困難区域などと言われますが、バスのこんなねスレスレのところを通っていくというのは本当に私は、もうさっきから言うことだけど知らなかったし、だけどこうやってですね、こう沿道の様子を見てみるとやはり普通の道路の様子とは違います。街灯はありません。なんといっても歩行者はこんなところを歩く人はね、さすがにいないと思われますから、そのように確かに、特殊な、肌から見ればねだいぶ特殊な環境ではあるんですけれども、しかしこのバスに乗っている人、今私ともう一人しかお客さんはいらっしゃいませんが、その方はですねなんかスイカをなんかその生産をするのねうまくできていないのだそうで、今乗務員の車掌さん役のバスガイドさんと、それからその女性のお二人がそれについて今一生懸命いろいろと考えております。別段私がですねその普段の JR の関係のことに困ることというのは滅多にありませんが、逆にこのようにですね今乗っていてもこの沿道がこうなんだとか、原発はこんなところに近くにあるんだ、そんなことばっかりに私の方は気を取られております。でも地元の方にとってはもうそれは当たり前のことであって、また普通にやっぱりこの周辺を車で通うという方もいらっしゃるわけで、これがですねもう当然の生活の場に今現状でなっているということなんですね。もしかしたらただ私が存じ上げなかった世間知らずだっただけかもしれませんが、この浪江、それから双葉、そしてこの大野と、あとはもう少し行きますと、富岡、この町はですね私にとってはもうなんだかもう絶対に人が長い間立ち入れない、そのようなエリアなんだと勝手に私は誤解しておりました。そんなことはとんでもないことです。現在もこのように、こう人々のですね生活の場として、確かに人は減ってしまったかもしれないけれど使われております。ですからね、普段からその原発の何か議論ですとかね、東京の人がするということもあるのですが、やはりこういう場所がその普段のそのここを使っている人がいるのだと、今なおここに住んでいる人がいるのだと、そういうことをですね、インターネットなどで発言もよく人を傷つけるようなことを書いてありますけれども、やはりもう一度考えてそういうことをですね、私たちはやらないといけない。原発から事故から6年も経ちますと、この状況も当初とはだいぶ変わってくる。だから私たちもそしてただ人をですね腫れ物扱いするだけではなくて、きちんと自分から知っていく必要があると思います。もちろん別にここに訪れるかどうか、それはまた別の話ではありますけれども、しかしそれでもですね今どういう状況なのか、これは日本全体としてね影響を受けていることでありますから、水俣病のところとかも知る必要はあったかもしれないけれど、やはり一番旅として来るべきはここかもしれないですね。帰りはぜひここで時間を取って、本当にここだけは時間を取って見ていきたい場所でございます。常磐線の浪江駅に到着でございます。ここが今ですね私の目の前に浪江の街が広がっておりますので、ぜひとも皆さんにご覧いただこうと思いますが、このようにですね、まあ、一話オレンジ色のライトなんかは灯っているわけですね。もうちょっとでは行ってみますか。浪江のこれがですねお家がたくさん並んでいる、そういうあたりになりますが、しかし、どのお家を見てもですね、全く、この中に、明かりの灯ったお家は見られません。人気も全く感じません。それだけではなくて窓ガラスが割れていたりとか、このようにですね後ろにあるここなんかはもうすでにいろいろともう建物自体も傾いてしまっているし、お家の中も吹きさらし、そのようなお家が本当にずらっと続いております。この地面もですね全くもう舗装などですねここをやっている様子はとりあえずはあの時以来は見えない。あ、
でもゴミがですね、ここに捨ててあります。ゴミステーションがあるんですが、そこにはゴミが捨ててあるということは、やはりここもしかもそれなりにゴミが溜まっておりますから、やはりですね、ここで見る限りではただ今が夜だから活気はあまり感じないというだけなのでしょうか。一応はね、広告も出ているけれど、あ、でもこの広告は全部東北電力のものなんですね。あ、そうなんだ。あ、まあでもね、それは別に東北電力がただ広告を出しているだけということもございますので、それは特段問題のないことかもしれません。ただとにかくですね、こんなこと言ったら悪いけれど、悪いのかな、やっぱりゴミが捨ててあるっていうのはね、私はすごく安心しました。ということは人がそれなりに活動をね、ここでしているということですから、やっぱりですね、そういうことをやらない限りは、この町もね、復興といっても人がもう完全にいなくなってしまうと、もう復興させる必要があるのかとか、そういう話にもなってしまいますから、バスもですね、ちょうど今向こうの方に戻ってきたと。やはりですね、このように人の活動が少しでもあれば、そしたらね、また町には、ここに人が住んでいればね、また町というのは人が住んでいれば大きくなるという可能性もね、十分にありますから、復興のさせがいもあるというものです。誰もいなければ、そんな町をね、やっぱり復興させようっていう、こう、そこにはお金があまり突き込まれないんでしょう。だからなるべく多くの人が戻ってくること、これが重要なんだと思うんですけど、だからといってですね、人が早々戻ってくるか、それはまた難しい問題です。でもそういう問題があるということしか私には申し訳ありません。だからそれをどのように解決するか、そんなことはですね、私は軽々しく考えたところで、そんなんで正解がね、出てくるわけありません。だからこう、ただね、このように今現状がなっているということしか皆様に説明できないのは、これは残念ですが、だからといって余計なことをね、言う立場にもありませんから、この程度にとどめさせていただきます。常磐線の下り列車もですね、もう間もなく入線、ここにはこのように常磐線浪江仙台間開通というふうに書いてございますが、これがですね、4月の1日からついこの間からですね、常磐線浪江駅に列車が来るようになったそうでございます。大変めでたいことです。バスのね、運転手さんと、それから車掌さんにもね、大変おめでとうございますということをお伝えしておきました。この駅にもですね、新しく自動券売機も設置されたようでございます。今はあれですかね、駅員さんもいらっしゃらない時間だから、特に何もなってはいないようですけれども、違うか、これは今度もう使う予定だということで準備段階なんですね。あ、そっか、こういうものもね、やっぱり新しく配置されるとなれば、期待がかかるものです。これはね、もう一番新しい JR 東日本で新しい券売機ですからね、どんどんとまた新しいものをですね、たくさん入れていただきたいものです。駅舎もね、随分なんか新しくて綺麗な匂いがするんですね。常磐線原の町駅に到着でございます。1時間程度ね、この駅で、ちょっとまあ見て回ろうというわけです。もう夜も9時半ですが、一応まだ1時間後にもね、最終列車がありますんで、それで行くことにいたします。衝撃的なことを聞いたんですけどね、ここにこうおっしゃるこの途中下車員ね、これは、ここまで使ったことを証明するための切符なんですが、現在は、切符途中下車をするときはね、自動改札で自動的に途中下車の処理をやってくれますので、実はね、これ必要ないんですね。じゃあなんであんのって言うとね、よくわかんないそうですね。まあこの切符は確かに紙の切符だとね、必要なんですけど、そのぐらいでしか途中下車には必要はない。そして青春18切符とかね、普通に途中下車して記念に押してくれっていう人ですね、それがあまりにも多いんだそうで、それじゃあもう業務のね、差し障りがあるとおっしゃる通りだと思いますね。しかも私の切符だってもうこんな、途中下車員の証明のハンコの意味をなしてないですから、ね、本当に何のやれるの立ってないわけですね。だから廃止しようというね、意見が出てるんだそうです。そう、このね、原の町の駅の駅員さんが、助役さんからおっしゃってました。びっくりですね。そうなんだと、ま、マニアとしては寂しいんですけど、ね、駅員さんとしてはね、ようやくこの苦痛からマニアが押してくれ押してくれっていうの解放されるよって、やっぱそんな感じなんでしょうね。心中はお察しいたします。
ちゃい時はね、常磐線の特急日立、スーパー日立に乗ってね、それで、まあ、湯本のね、つまりあれですよ、スパーリゾートハワイアンズ、私水泳やってたね、泳ぐの、そういうところ泳ぐの好きでしたから、よく連れてきてもらったもんです。乗ったスーパー日立はね、よく原の町行きってやつでしたね。それに乗りますとね、原の町、よく聞くけど、どんな町なんだろうなって、ずっとね、思ってたもんです。ようやく、もうそれから10年ほどね、時を経て原の町にやってくることができました。もう、あれですかね、中学1年の時に私、原発事故になっちゃってね、常磐線に乗る機会本当になかったんですね。ああでも、ちょっと安心しましたね。なんか相馬の町、南相馬とかね、よく一時期はニュースでやってましたけど、相馬の前をの間追いがね復活したなんて言ってても、私もやっぱり家族の心配もありましたから、今回まで来ることはなかったんですが、町はねやっぱり活気があります。もう歩行者がいないのはね、もうしょうがないですよ、車社会だからね。もう何回も言うようだけど、まあそれは諦めますけど、車がねこうやって走っていって町にも街灯が灯っている、やっぱねこれだけでも人間安心するもんですね。さっきのところだとね、もう町の街灯ではなかったですよね。本当車が走るためのなんかオレンジ色のね、あのトンネルとかを灯してるああいう照明があるだけというのが、浪江の駅前、それから富岡に至ってはそういうものさえもないという状況でしたから、確かにね、相馬はまだ幾分ね原発のあの部分から離れているからということもあるんですけれども、元気そうで何よりでございます。ね、セブンイレブンにも行ってね、お惣菜なんかね、晩ご飯みたいなものも買ってきました。セブンイレブンに行きゃね、当然のように、もうあのなんだっけ、デイトリームビリーバー、あれが流れてるしね、こうコンビニじゃなくて、まあ、その周りにもホテルとかも営業してるし、タクシーだって通ってる。もう南相馬ってのはテレビで散々聞くからね、なんか被害受けたのかな、まあそれは受けましたよ、受けましたけど、でも今、まあ、私がこうやって夜の街をですね、ブラブラしていて見る限りでは本当に普通です。これを知らない人がですね来たら、多分一時期は原発事故でいろいろと困ってしまった、そういう街だとは思わないでしょ。だからね、もう何だろうな、私もそういうものを持っていないつもりでしたけど、もしかしたらこういうね先入観みたいなものが知らず知らずのうちにできてしまうのかもしれないですね。見ている限り本当に普通ですから、そんなこっちからですね腫れ物扱いばっかりするようで、なんだか大変今まで申し訳ない扱いをしていたんだなということを、強く私はここでね反省をしております。本日はね、もうこの宿に泊まるようなそんなお金も持ってないから無理ですけど、でもぜひですね、帰りに私がもしお金を持っていたらば、その時はこの辺に泊まってですね、で、まあこの地元の名所なんかを少々見て回ってみたいもんでございます。じゃあそうそう、またね、ちょっと待ち合わせでね、時間を潰してから、まあ列車に乗るわけでございますね。復習ということで本日の工程をご説明を申し上げます。出発点はね、このいわき駅でございましたが、午前中というかもう夜までずっとこの周辺におりました。いわき市から夜まで出ておりません。いわきからですね、行ったのはこう逆方向に行ったんですね。一駅隣のこの内郷駅で降りまして、これで阿弥陀堂を訪れました。その次、次はですね、内郷駅からこうまた2つ隣ですね、この泉駅に参りまして、泉で降りてからはここに小名浜と書いてあります。このバスの ここまでバスで行ってですね、でなんだっけあれですね、アクアマリン福島を訪れたわけでございます。その後はバスで今度は湯本駅まで行きました。つまり、いわき、内郷、湯本、泉、これ全部降りたということになりますね。もう随分と濃密な観光をいたしました。しかしながらスパリゾートハワイアンズ、これはね残ってまだ残っておりまして、この辺りの歴史的な重要な産業でございますから、ぜひ袋に訪れたいと思っているところでございます。夜7時25分になってからようやく旅がスタートいたしました。この岩木駅からですね、常磐線で、こう行くこと、竜田駅、竜田駅からは、代行バスに乗り換えとなりました。竜田、次の駅富岡、そして次が浪江、もう現在常磐線で運行してない区間というのはこのわずかな区間しかないんですね。昔はね、この竜田から、随分行くこと、ここ渡りまでが全部止まっていたんですが、現在ではここから先めでたく復旧をしております。また今回の旅4月3日のですね、2日前からこの浪江駅、原の町間、ここも復旧をいたしまして、今度竜田富岡間も復旧をするそうですから、バスの代行区間というのはさらに短くなるそうでございます。まあとりあえずはお話を続けますと、
校浪江駅からは電車で原の町駅でも途中下車しつつ、また東北じゃない、失礼、北上してですね、常磐線は岩沼駅で終わり、そして岩沼駅こそが正しい常磐線の終点なんですが、そこから先はこのようにですね、少々折り返しまして、終着深夜の大河原駅です。本日はですから、たったこれだけというね、今までの旅の中ではかなり短いものになりました。それではまた明日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。